はい、どうも、白熊先生です。今日話したいのはですね、まあ、小室圭さんがですね、司法試験に落ちてしまって、来年2月にですね、まあ、もう一回受けるっていう話になってるんですけども、まあ、その結果ですね、小室圭さんは年収が大幅にですね、ダウンしてしまうことが決定したわけですね。でですね、そんな状態でですね、アメリカに行ってどうやって生活するかっていうと、実はですね、これ、眞子さんのですね、貯金にね、頼ることにどうしてもなるんですね。で、しかもですね、なんと眞子さんですね、貯金がですね、なんと1億円あるという話なんですね。はい。でですね、この1億円ある貯金に関してですね、いやいや、ちょっともらいすぎなんじゃないの、あの若さでこの貯金額おかしいでしょっていう風に、まあ、批判の声も結構飛んでるみたいなんですね。はい。今回の動画はですね、それの詳細、そしてですね、この眞子さんの貯金1億というのはですね、果たして多すぎるのかっていうこと、そしてですね、実際あと小室圭さんですね、来年の2月にですね、またもや不合格してしまうと、受験資格を失う話もね、出てきちゃってるんですね。まあ、この辺に関してもちょっといろいろ話していきたいと思います。はい。まずなんですけども、まあ、小室圭さんですね、まあ、司法試験落ちてしまったわけですよ。うん。でですね、まあ、もうニューヨークの方でですね、まあ、弁護士事務所といいますか、法律事務所かなの方でですね、まあ、勤めることは決定してるんですけども、もしも受かっていたら、まあ、年収2000万確定だったわけですよね。まあ、しかしながらですね、落ちてしまったんで、まあ、年収600万ということになってしまったんですね。で、まあ、600万って言ってもですね、まあ、一般的にですよ、その初年度といいますか、働き始めた1年目から600万もらったら、もう最高なんじゃないかっていうふうに思う方もいらっしゃるんですけども、ニューヨークっていうのは日本に比べてですね、とにかく物価が高いんですよね。まあ、だからまあなかなかね、その600万ポッチはなかなか難しかったりするんですよ。まあ、実際ですね、その小室圭さんと眞子さんが住むですね、マンションといいますかですね、ところもこれね、家賃80万円のところとされてるんですね。でこの80万円で言ってもですね、とてつもなく高級とかいうわけじゃなくて、やっぱり物価も高いし、それなりにですね、セキュリティもちゃんとしたところに住まないといけないということで、まあ割とですね、この80万円っていうのはとてつもないほどの高額なわけでもないんですよね。うん。で、まあ、何よりですよ、そのね、もしも司法試験通っていたら年収2000万円なわけですよ。ね。年収2000万で考えたら、まあ、80万円の家賃もって話なわけですよ。で、さらに言うと、眞子さんがですね、アメリカの方でですね、美術館で働くっていう話になってるんで、そうするとね、眞子さんの年収が1500万になって、合わせて3500万になるんですね。まあ、だから世帯年収3500万って考えると、まあ、80万円のですよ、家賃っていうのも、まあまあまあ、そんなにね、うん。高いわけじゃないって話になるわけですよ。はい。まあ、ただ、その小室圭さんが落ちてしまったんで、まあ、言ってみたら年収600万になっちゃったんですよね。うん。ってなってくると、年収600万でですね、家賃80万払うなんて無理ですから、まあ、必然的にですね、眞子さんに頼ることになっちゃうんですね。じゃあ、眞子さんも何に頼るかっていうと、まあ、さっき言ったですよ、そのね、美術館の、まあ、年収といいますか、収入プラス、そして眞子さんのですね、やっぱり貯金っていう話になっちゃうんですよね。うん。で、その眞子さんの貯金はですね、いくらあるかっていう話なんですけども、これがですね、1億円というふうにですね、されてるわけなんですよ。うん。でですね、この1億という数字に関してですね、まあ、いわゆる結構批判の声がですね、今飛んでいるわけなんですね。はい。まあ、いわゆる、そのね、なんであんなに若くしてですね、1億円もの金を持ってるんだとおかしいじゃないかと。ね。だって、眞子さんまだ20代ですからね。まあ、確かに一般的に考えたら1億っていうのはですね、20代で考えたら、ま、とんでもない、ね、大金なわけですよ。うん。よっぽどね、まあ、ものすごい社長さんとかですね、それこそね、特殊詐欺とかやってるみたいな、なんか悪いことしてるやつじゃないとですね、手に入れないくらいの、まあ、言ってみたら、金額なわけですよね。うん。でですね、さらにですね、これね、新しい情報としてですね、まあ、小室圭さんですね、その来年の2月にですね、もう一回司法試験にですね、まあ、チャレンジするっていうですね、話なんですけども、実はですね、この司法試験ですね、なんと2回落ちたらですね、もうね、受けちゃダメだっていうですね、仕組みがですね、どうやらあったりするらしいんですね。うん。で、何かっていうと、例えば昨年10月のですね、ニューヨーク州司法試験ではですね、過去に受験をした人に対して、不合格回数は2回までだよっていうふうにですね、制限を設けていたりしたらしいですね。つまりこうした措置がですね、今後も取られる可能性が全然あるわけですよ。で、そうすると2回目ね、来年の2月に落ちてしまうと、あれこれもう受験資格なくなっちゃうんじゃないのって話なんですね。で、そうすると、じゃあ永遠に年収600万でやっていくのって話になるんですね。ってなると、やっぱりその眞子さんの年収1500万プラス、そのね、貯金1億円に頼る生活をこれから先もずっと続けていかないといけないっていうね、話になってしまうというわけなんですね。うん。
まあ、だから、小室圭さんとしては、なかなかこれね、来年2月の試験がですね、本当に正念場になるということがね、まあ、ここからわかるわけということですね。はい。でですね、じゃあね、ちょっと先ほど言った本題なんですけども、その、眞子さんのですね、こう貯金1億が多いのか否かっていう話ですね。はい。で、これまあね、一言で言ってしまうんであれば、まあ、確かに僕ら一般人から見たらやばいくらいの貯金額ですよ。本当に。うん。ね、本当にうなるほどの金額ではあるんですけども、あくまで、まあ、眞子さんね、つい最近ですね、皇室を出たわけですけども、今まではちょっと皇族、つまり皇室の人間だったわけですよね。その皇室の人間であるということをですね、踏まえて考えるんであれば、この貯金1億円というのはですね、まあそこまでですね、おかしい金額ではないかなっていうふうに思いました。うん。という何かっていうと、まあ結局ですね、その1億円の内訳といいますか、どういうふうにしてこのお金が生まれてくるかっていうと、まず第一にですね、眞子さんはね、働いていたわけですよ、普通にね。うん。で、そこもですね、やっぱり皇族の人が働くだけあってですね、年収とか普通に1000万超えるようなすごいとこなんですよね。はい。まあ、だから、その若くしてですね、まあ、バリバリ稼いでいたっていうのはまず一個事実としてあるんですよね。はい。で、そうなってくるとですね、そのお金がまずあります。で、あとね、公務のお金があるんですね、公務。ね、公務につくんで、その分のですね、お金がやっぱりもらえるんですよね。で、その金がね、やっぱかなり高いらしいんですよ。まあ、もちろんですね、そう、厳密にですよ、いくらいくらっていうふうに金は出てないんですけども、まあ、どうやらですね、普通にですね、億くらいの金がね、まあ、とにかくもらえたりとか、することもあるらしいんですよ。だから、まあ、とにかく給料やっぱ高いらしいんですよね。言ってみたら、その国のね、なんて言うんでしょうね、象徴的な存在として、いろいろ公務をですよ、年間いろんなとこにね、まあ、日本中飛び回ったりとかして、いろいろやるわけですから、やっぱりね、それなりのお金はもらってるみたいなんですよね。うん。っていうふうに考えると、その、眞子さんがですね、収入として今言った公務とですね、仕事の二本柱があるわけなんですよ。うん。で、プラス、そこに関してですよ、じゃあ今までね、働いてきてもらったお金に関して、じゃあその、眞子さんが散財してるのかって言ったら、まあそうでもなさそうなわけですよ。で、結局ね、その皇族に生まれるとですね、世間の目も厳しかったりするんで、そこまでですね、とんでもないどんちゃん騒ぎもできんわけですよね。例えばなんですけども、高いお店に行って外食しまくったりだったりとか、外でね、高いバッグとか買いまくったりとかですね、朝まで酒飲んで騒いだりとか、そういうなんか分かりやすい散財ができないわけなんですよね。うん。まあ、もちろんですよ。もちろん、例えば自宅に超高級な家具を買うとかね、なんか、ね、そういうことをするんであれば、まあ、散財することもできるかもしれませんけども、まあ、よっぽどね、散財するタイプでもない感じがするんですよね、眞子さんって。っていうことをですね、全部、もろもろトータルで考えると、あの若さで1億円っていう金額をですね、貯蓄していたこと、していたとしてもですね、まあ、そこまでおかしいことはないと。うん。世間一般で考えると、どう考えたっておかしいけど、あくまでその、皇族の一員という立場で考えると、まあ、あながち、うん、まあまあまあありえるかなっていう話なんですね。うん。はい。まあだから、そこに関するですね、批判はどうかなっていうのを思います。だから、まあなんていうのかな、こういう批判が飛んでしまうっていうのがですね、単純にやっぱりですね、眞子さんの好感度の低さに原因してるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。だって実際問題で、だって他のですよ、皇族の人もですよ、まあ未だに皇族、皇室にいる人たちもですね、言ってみたら貯金なんて億単位くらい持ってますよ、はっきり言って。はい。でも彼らが別に批判されたりとかしないじゃないですか。ね、全然しないわけですよ。でも眞子さんだけやっぱりこんだけ批判されるっていうのは、やっぱりその小室圭さんとね、今まで散々やってしまったいざこざ、ね、ごたごただったりとか、ね、結局それがですね、大して解決もしてないのに、まあ会見もしたから、はい、おしまいみたいになってる空気だったりとか、そういうね、今までの流れっていうんですか？うん。今までの眞子さんとか小室圭さんがやってきたことの、もろもろと全部の流れを踏まえた上で、こういう批判がね、飛んじゃってるっていうことなんですよね。はい。まあ、だから、よっぽどやっぱ好感度低いんだなっていうことがね、よくわかるわけですよ。はい。まあ、だから本当に一挙手一投足がですね、つつかれてですね、やっぱり批判の対象になってしまうっていうですね、もう言ってみたら無理ゲーと言いますかですね、完全にですね、まあ、ほんとはめられてるっていう言い方あれかもしれませんけども、うん、ね。完全に沼にはまってる状態になってるなっていうふうに僕自身はすごく思いましたね。はい。まあ何にせよですね、来月ですか？今月中には渡米するみたいですけども、小室圭さんの方は少なくとも、はい。まあそれまで批判が続くのかどうか、ちょっとね、見ていきたいと思います。というわけでですね、今日はコインデロスコナー先生、ちょっとも共感してくださった方、よかったら声がチャンネル登録、コメントの方はぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。